ロシアを訪れている鳩山前総理大臣は記者団と懇談し、政策ごとに他の党と協力するパーシャル連合について甘い話だと述べ、菅総理の方針に否定的な見方を示しました。鳩山氏は今後のねじれ国会の対応について、法案ごとではなく協力を求める環境を作らなくてはいけないと述べ、次の臨時国会までに他の党との連立を目指すべきだという考えを示しました。 その上で菅総理が主張するパーシャル連合についてはこんな甘い話が現実的になるとは思えないと述べ否定的な見方を示しましたまた代表選の後について経験のある方々をうまく登用して全体の融和を図ることが大事だとしてどちらが勝っても挙党体制を担保する人事が必要だという考えを強調しました